どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドやっていきたいと思います。アトランティスですね。こちらやっていきましょう。舞台はフランスに変わって、次の目的というかね、都市を探すという感じですね。まあ、フランスで何が見つかるかっていうところも、今からと。まあ、武器は、銃を一丁持ってるだけか。来い、こっちだ。森の中は前作以来だね。ロレンスのメモと同じだ。言ったろ。ただこの峡谷は地図にあったか覚えてないけど、ババーンと谷が現れた。よし。じゃあ他の道を探そう。ババーンってね。まあね、何もないとは言わないだろうけど。あれ、パンフルートか？さあ、登って。やっぱこうなるよね。足元注意しろ。どうだろうな、ネイト。本当にここで合ってる？十字軍の城にしちゃ随分新しそうだ。どっちかっていや、ルネサンス風だ。おい、俺の手帳ちっとも読んでないんだろう。ロレンスによると、元となる城は11世紀に作られたが、後に手が加えられた。おっと、ちょっと危なそうだな。手が加えられたか。危ない危ない危ない。見ろ、サリーの最初の車だ。おお、これはなんと1927年のオーバーンだ。オーバーターン、オーバーンか。まあだいぶ渋い、いい感じの車やね。ん？おお、これは大丈夫なんだ。じゃあこれは骨董品博士。アートだろ。理解不能だ。アートね。この城の所有者の騎士ゴッドフリーは12世紀に聖戦から帰還した。ロレンスによれば元の城のまま残っているのは天守閣と庭だけらしい。ゴッドフリーがアラビアから秘密を持ち帰ったならそのどちらかにあるだろう。まあ、クロエたちの方も一応痕跡は探してるらしいんでね。よし、ここが開くか。開かない。こっからは入れんな。開かないか。あの崩れたところから入れそうだ。お前ならいける。サリー様はここで一服して見物ってわけね。じゃ、火事にだけはならないように。そうだね、火事にだけ気をつけてもらって。これ、あ、じゃない。こっちか。さあ、登りますか。おお、危ない危ない危ない。さあ、上の窓から入れそう。怪我するのはごめんだ。ガラス割れてるからね。いいぞ、その調子だ、ネイト。すぐに戻る。よし、待ってる。ああ、こうすると照準が、エイムのところがずれていくんだね。はあ、結構当てるの難しそうだな、やっぱ今回は。精度が上がった代わりにってところか。くそ、痛かった。痛いだろうね。上だ、鎖がかかってる。よし、下がれ。鍵を打って壊す。打つのは鍵だけにしてね。鍵と言ったろ。まあ、開けてからかな。あら？
あれこっち上、ああそういう上、いや違うね。じゃないでしょ。乗れやしない、どこだどこだ、あこれね撃つのはね、しゃあないな。無事か。オッケー、なんとかして城を抜けて庭へ出よう。そこに天守閣があるはずだ。マジか、すっげえ部屋だ。こっちではない。いや合ってたか。ダメだ、びくともしない。このぶっとい柱が邪魔で。上からも押さないとダメだ。上登れるか。やってみる。やってみるか。登るなら。お、急に音楽流れたね。手を貸せ、立てよう。あ、そっちから。よしいぞ。その発想はなかった。油断するな、気をつけろ。そこら中腐ってる。そこら中ね。見たところ、このシャンデリアは滑車に繋がってる。シャンデリアを掃除するのに下げるんだ。挙動が。お、ひらめいた。面白いね。そんな面白くねえだろ。さあ、またぶら下がっていきますか。うい。ああ、そんな無理すんな。天井からいつ外れてもおかしくないぞ。はーい。あ、いやいやいや。うい。まあ天井がね、ほんとね。あら、これは届く。よし、さあ、よし行くぞ。いやいいぞ、開いた。よし、お、ナイス。開いたけど、ここなんだ、書斎か何が。いや、あれポップコーンマシンか。美術品ですね。よし、塔へ行く道を探そう。いや、全部腐って落ちてるね。塔へは上には、あ、一回降りる感じか。よし、これでさらに奥に行けると。お、めっちゃ開けたね。こういうところ裏なんかないの。ないね、意外とないね、お宝ね。よし、上行こう。おい、ネイト。四角い塔か。だいぶ古そうだ。ああ、ロレンスのメモに書いてあった塔だ。絶対あれだ。ナイス。どうも。マーク発見。まあでもそんなね、順調に行くとは思えないんだよね。さあ、コインゲッチュ。いや、特には
ああ、そっからね。いやー絶対落ちるねー。ここ抜けるしかないよね。ここを取っていけそうだ。よし、いけるぞ。よし、おい、危ない。ほんと危ないね。上はいけない。あー鎧があるね。いやだいぶ豪邸だね、ここは。この印、塔の印と同じじゃないか。ああ、意味がある印に違いない。秘密の通路があるとか。暖炉にか？そんなのありきたりすぎるよ。単純すぎるか。おい、この鎧見てみろよ。待てよ、ロレンスの日記に書いてあったやつかも。書いてあるのか。これだ、見ろ。4人が斧と盾と剣と棍棒を持ってる。この部屋の像と同じだ。おお、すごい。落書きしてあったね。斧。はあ。正しい方向を向くように像を回すんじゃないのか？ああ、だが一体正解は？あ、剣は斧に向けるってそういうことか。斧に向けて、で、斧は縦に向ける。で、縦も斧に向ける。何か仕掛けがあるんだろう。ルールが。オッケー。こりゃこりゃ。秘密のメイスはたまたまオッケーだったね。分かったよ。これは恐れ入りました。オッケー。オスから引いてくれ。3で行くぞ。待て、1、2で引く？ 1、2、3で引く？とにかく。いやー、サリっぽいなー。ネイト、おい、大丈夫か？ああ、生きてる。なんかやっべえ。そこにはどうやっても戻れないぞ。やっべえのがいたな。こっちへ行ってみる。とりあえず向こう側でお茶を。一番嫌だな。油断するな、気をつけろ。分かった。出口があるといいな。そうだね。まあどっかつながるでしょう。登れるのは？あ、意味ないか。いや、蜘蛛の巣すげえな。多分通れるはず。なんだ。やべ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 。しかも結構でか。あれってことは、あの雲なんかいたよね。いや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 、泳ぐアクションはなんだかんだ初じゃない？そうか、雲か。いやー気持ち悪かった。ゾッとしたなー今の。いやー、明かりだ。いい兆候だ。やばいね。飛びでいいよね。よし、ジャンプ。
よっしゃ、出口だ。あそこを登っていけるはず。いや、その登っていけるはずでどうにかなるかすげえよな。楽勝だ。あ、やばい、崩れるね。井戸か。あ、くそ。どこかにいるはずだ。奴らを見つけ出せ。二人に忠告しないと。とりあえず、まあ、君降りてもらって、いやー、どっちかな。隠密で行けるなら隠密で行きたいよね。ちゃんとそういうルートあるしね。なんでもないっす。なんでもないっす。マジで武器取れるの？いやいやいや、君。おい。ライフ高すぎるって。おお、いた。痛いね。痛い痛い痛い。よいしょ。いい、結局か。結局全員やる羽目になるか。まあいいや。こんなもんかな。よし、サリーの元行こう。やつはどこへ行った。まだいるじゃん。わあ、正体のお出ました。うん、プレゼントありがとうよ。はい。はいはい、そうだね。普通にグレネードのボタンでもいけた気がするが。よしよし、だいぶ弾が集まってきたね。チュートリアルね。はい、はい、オッケー。今のは驚いた。くそ、鍵がかかってる。別の入り口は
こっちだ。一方通行多いね。お、次はこっち。やべ、サリーが。なぜ見つかったんだ。そりゃ見つかるよね。やべ、バーが白いところ、アクション変わりましたな。はい、敵の数が。塔はあそこだ。中へ行こう。よし。おお、めっちゃ吹っ飛んできた。それは焦るって。まあ、ステルスもできなくはないけど、サリー見つかってたからね。こっちだ。お、125。あ、それはありがたい。サリー、ドアを開けるの手伝え。さあ、サリー頑張れ頑張れ、おじいちゃん頑張れ。よし、今度はどっち？わからない。下に行こう。おいほい、んじゃ下ね。おい、ああ、これだね。これを見ろ。ん？どういうことだ。こいつタルボットの手下だ。かつてはな。ありえない、やつらここに着いたばかりだぞ。そうだけど、彼に何が起きた。何が何だか、とにかく嫌な感じだ。あの雲か。絶対雲だよね。やばいよね。それはそれでやばいな。毒ガスか。おい、タイルを見ろ。芝生の文字だ。ああ、だけどなんてことない。ただ意味不明だ。うっかりどれかに乗るとまずいからじっとしてよ。ナイスアイディア。そんなわけにはいかんもな。こっから始める。ロレンスは何か残してないのか。見てみるよ。まずこれ4つで、バツ3つ、青4つ。
4つの、あー向こうだ、あーか、うーん、4つ×3 つ、うん、そうだね、もう一回、よしよし、だいぶかかりそうか、かかるならハマキでも知ってる、俺だって一生懸命やってる、4、3、4、あ、戻れるのか、4、ちょっと待った、もう一回、青だ、次青だよね、4、バツが3、あー、ダメなんだ、あー間違ってる、あールートがもう決まってんのか、で青が合ってたんだね、でバツが2つの、合ってたね、合ってた合ってた、でこれで終わり、やったるってさあさあさあ、ここ真っ暗だな、明かりをくれ、よし、おお、なんだここは、まるで研究室みたいだ、情報はもっと照らしてくれ、よし来た、うん、錬金術師の部屋みたいだ、ちょっと待てよ、ここを見て何か思い出さないか、ああ言われてみればマーローの隠れ家を思い出す、サリー、これはジョン・ディーの研究室だ、フランスにあるか彼の部屋が、多分手がかりから十字軍に行き着いたんだ、ロレンスのように、おいこれ見ろ、また芝子の原稿か、でもこの記号は何か解読しようとしてたみたいだ、絵の具語の原稿にメッセージらしきものが、どうだ解読できそう、やってみる、解読するの、祭壇は入り口を守り地獄へと導く、はあ、つまり霊を呼び出すのに呪文を使ったのか、祭壇が秘密の通路を隠していることもありえるぞ、よし分かった、押すんだ、あそっちじゃないね、こっちね、さあ押せ押せおいこれぶったまげた、なかなか賢いクソ親父だ、そらどうも、違うかジョン・ディーだ、ああ、サリーかどっちか分かんなくなるわ、そんな言い方されたら、ああいいものがあった、サリー火をつけてくれ、ああ松明ね、よく燃えるわ、そうだな、ずっといい、いずれお前もマッチを持ち歩くようになるさ、何を言うんだよ、いや、いい加減ね、使わなくてもいいから、マッチはタバコ吸わなくていいからね、本気で中に入れたくないみたいだな、出したくないのかも、お前も手を貸せ、いや、いや、任せろ、行くぞ、うわー、謎解き一族の墓かもな、例のゴッドフリーちゃんもここにいるかもな、古代都市の秘密を知ってても墓まで持ってったかもな、よし奴の墓を探すか、そうしよう、なんだ中世のクイズ番組か、かなり成功だ、はいはい、今
あー、なるほど。さてと、はい、彼はパズルを解き始めたけど解けなかったようだ。どうだ、ここにゴッドフリーの墓はないな。ないな、彼の墓は隠されてる。もう少し探そう。まず鳥を、火とかの近くに置くか。まずこれ、で、次が馬を1、2、うん、2つだね。こうだよね、ホース。ただお金は、なんか探さないとダメかな。この部屋になんかあるかもね。ちょっと探すか。これ方向で変わる、すげえ。おい、はあ、松明の明かりがそこの床に反射してるぞ。おい、立つ場所によってシンボルが変わる。さあ、ライオンが、ライオンは うねうねと、このマークと、このマークと、下に、こうがいいか。いや、こうがいいか。下に、このマークが来て、左に、はいはい、鎖みたいなのが来ると。一つずつ、一つずつ。下にこれが来て、左。意外とこれ？いや、左上がね、こう、右側が変なマーク、丸、丸のやつが来るんだよね。うん、オッケー。あと馬が、違う、これは鳥か。これ崩れてるのか。これっぽいね。よし、下に弓、右側に槍。あ、はいはいはい。まあ、弓はね、ここしかないからね。はい、できた。よし、いいぞ、ネイト。ねえ、ワクワクしちゃう。ワクワクしちゃうね。気をつけてけ。ゴッドフリーちゃんだね。オンリーワンのな。ゴッフリーちゃん。これだ。おい、持っててくれ。よし。開けちゃうの？見ろ、これは魔除けだろ。何か書いてある。墓の上でそういうことすっかな。まあな。シバの言葉で書いてある。ああ、やっぱり古きイエメンの言葉か。ええ、
16世紀にドレイク教がついたはずの場所だ。町の名前かも。ああ、3000年前のな。続きが読めないことにはどこを探せばいいかわからないが。まあ、残り半分がシリアにあると願おう。ええ、カッターとクロエが見つけるといい。さあ、あとは出るだけだけど。いや、クロエたち見つけてるかな。いや、それはやめといた方がいい。くそ。ご苦労だった諸君。ハリス、ドレイク氏が持っているものを受け取りなさい。ああ、ハリス、取りに来い。命を懸けるほどのものじゃないだろう。お友達はそう思ってる。渡せ、ネイト。ん？何の音だ？マジか。ああ、銃を撃ったからか。火の近くに。おい、おい、取ってこい。やばい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 。そろそろ火が消えそうじゃないか。こう思い乗ってる。あのクソ野郎だろ。急げ、とっととここから出なきゃまずいぜ。これから離れるな。さあ、とりあえず貴様、松明が消える。チャプター7、逃げ道を探そう。待て、あそこだ。2人？そう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 、来てくれ来てくれ。あとは、うん、はいはいはい。やばいやばいやばい。手を貸せ。早く早く、サリー早く。お、危ない危ない。こっちに来い。うわー、やばいやばいやばい、やばいやばいやばい。そこら中にいるってレベルじゃないぞ。急げ、逃げるぞ。行け、ネイト、急げ。いや、そこら中にいるぞ。カリ、こっちだ。ごめん、急げ、逃げるぞ。行け、ネイト、急げ。よしよし、この倒れた瞬間やられるのあかんよね。お、天井からも来るぞ。常にダメージが入ってるっていうね。溜まったもんじゃねえな。やばい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 。この目の前に走ってくる感じが、いやー、やべえ。こっち。やべやべやべ、雲は嫌いなんだって。いやあ、叩き落としてくれ。よし、大丈夫だ。俺はどうだ。大丈夫、いない。大丈夫か。多分な。よし、あそこは立ち入り禁止だ。賛成のさ、グッドアイデアだ。いやあ、気持ち悪かった。ということで、今回ここまでしよう。心が持たん。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。